1932年4月8日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。2.26事件に関与し自決した、河野久氏は三男。河野は、神奈川県氏族出身の海軍兵学校13期生で、ある。1886年、同期生34名と公開練習館、竜城乗組を命じられ、欧衆方面への公開で、 実務訓練を受け、翌年2月に、少尉候補生となる。10月に、海軍兵学校の卒業証書の授与を授与され、今後を、海門、武蔵乗組として、実務経験を積んだ。少尉任官は1888年11月である。比営文隊師として、上官を命じられた17期生の指導にあたり、遭難したエルトゥール,ル号の生存者を送り届けるため、 トルコまで赴いた。日清戦争時は、水雷隊付設部の分隊長で、戦前から、戦中の3年弱この職位にあり、戦争末期に山城丸分隊長として出征している。河野の在任は1905年2月から7月で、この間の山城丸は小官邸に対する石炭、水、魚雷の供給を行った。河野が、救難作業を行った、朝間。 浅間は修理後に現役艦に復帰している。戦後は官邸の分隊長を歴任し、1907年12月から1909年11月まで海軍兵学校での職務に就く。当時の校長は日高総野城で、河野は漢字のほか運用術の教官として海兵26機から海兵29機を指導した。を兼任しているが、 同館では、海兵生徒に運用術の実地練習が実施された。在任中に、詳細進級し、海兵27期の卒業に際しては、今後を分隊長として、合衆への援用公開で引き続き指導を行った。その後は、呉海兵団分隊長や、武蔵、妻の各副長を経て、暮れ校、勤務部員兼暮れ予び幹線部員となり、日露戦争において、 広報支援にあたり、在職中に、仲裁へ進級する。仲裁校の河野は、マヤ、秋津島の各官長や旅順校、勤務部長、佐世保校、勤務部長を歴任した。第一次世界大戦に際しては、工作官関東官長兼工作部長として、メキシコ沖で座礁した、浅間の救難作業を指揮して、成功を収めている。再度の佐世保校、 ストム部長在任中の1916年12月に少々へ進級し、翌年予読となった。河野兄、にカリセイダを発明した。この河野式カリセイダは、カリセイダを取り付けることで非栄光線の進路を安定した状態に保つことを可能にし、その効果を認めた海軍は、海軍大臣、斉藤実名義で特許局長に特許を出願した。2.26事件慰霊碑 所在地の渋谷区宇田川町は2.26事件関係者の処刑が行われた東京陸軍刑務所が所在していた場所である。河野司は富津新海代表として慰霊碑婚立に中心的役割を果たした。河野は現役を離れると熊本県に居住したが元来河野家と熊本には縁がなかった。次男の司は指定教育を考えた上でのことと推測している。 死から見た河野は曲がったことの嫌いな、むしろ頑固一徹の、いわば拳的性格、絶対皇室中心主義に固まった父であった。海軍時代の河野は、大久保彦左衛門になぞらえられることもあったという、六岡めに恵まれたが、河野が軍人に向いていると考えていたのが、三男のこと武器である。河野はこと武器に教育直後、素読などの教育を施している。 河野はその死に際し、勝尉に任官した小時の軍服姿を眺め、喜んだ。小時は2.26事件に際し、牧野信明を襲撃して負傷する。小時は同志に自決を進める章を残し、また、牧野を護衛死死亡した巡査の遺族にはビルを依頼し、果物ナイフで割腹自決した。2.26事件の際、小時の姉は、 桜の花のように、潔く死んでもらいましょうよと語っていたが、面会に三死涙を見せることで、ことぶきの自決の決心を鈍らせることを懸念していた。ことぶきの弟二人は死に、ことぶきの自決を求める書を寄せ、うち欠板したいつおは、ことぶきの自決後に、本当にご立派に生きてくださいましたと再度書を寄せ、この書は、ことぶきの棺に置かれた。このいつおは、 第二次大戦の敗戦後満州移民団の引き上げを、指揮し、伝文情報では中国で、重殺刑に処せられた。塚沢ぶきに自決用の毒薬を渡し、戦後は2.26事件の調査、異例に尽力した。日本海軍市では、川の先んた。ただし河野が、救難作業を行った、浅間の艦長、航海長はいずれも熊本県人であった。艦長は、 吉岡藩作、公会長は米村松木であり、吉岡は法術学校時代に河野式仮制だの実験を行った。この両名はそれぞれ法術の神様、公会の神様と呼ばれ、核実家で優れた実務能力を認められていた人物である。ありがとうございます。